第4話シーラの〇〇〇。さあどうするえ？くそ苦し紛れの嘘に決まってる。貴様を倒せば指輪は外れるはずだ。まあ、待てよ。魔女の言ってることが本当だったらどうするんだよ。そんなことないって。でもバカ野郎、もし本当だとしても今ならまだ呪いは解けるだろうが。ギルドで、はあ、シーラが男になっちまったらこっちの負けなんだよ。その前にこいつを叩く。チッチッチー、そうはさせぬわ。この小僧の魔法はなかなか頑張ったな。わらわの呪いをよくぞここまで食い止めおったものだが、所詮はここまで。おい、しっかりしてよね。シーラ、大丈夫か。シーラが男の子になっちゃった。これでわらわの勝ちじゃ。もうギルドの魔術師でも手は出せん。わらわに歯向かえば呪いは解けんからな。くしょん、だから言ったんだ。クリス、なんとかならないの？そんなこと言われたって。何笑ってんだよ。はい、はい、シーラ、今何か言った？何笑ってるって言ったんだよ、バケル。わらわに手を出したらもう元には戻れなくなる。俺がどうしたってね。どうしたってちょっと本当に戻れなくなっちゃうんだって。みんな細かいこと気にして。うわいいパンチだ。ピアニストにするのはもったいない。シーラさんのイメージ変わっちゃいそう。許してください。お願いします。あら見て、シーラ、私とに戻ってる。何よ。本当だ。でも助かったかしら。はいはい、お待たせ。桜亭特製ディナーセット5人前ね。おう、サンキュー。いただきます。ナイス。大盛りですね、これ。今日は特別サービスよ。それにしてもさ、何やったマキちゃん。誰が部下 B よ、誰が。まあ、あの魔女ね。メロディーもね、もうプンプンですよ。頭に来るのはいいが、ちょっと俺に感謝しろよ。本当ならお前たちも、逮捕されるところだったんだからな。だって、操られてたんだから仕方ないでしょ。だいたいそうじゃなかったら、魔法失敗したりしないもん。ふにゅー、メロディーも、あんなおまぬけさんじゃありません。そうかな。なんか言った。別に。とにかく
これに来れたらあんまり妙な場所に行かないことだ。呪いを受けた奴が全員元に戻ったからよかったけどな。ことと次第によっちゃ俺でもかばってやれないぜ。まあ。で、アルベルト、あの魔女はどうなったの？ああ、魔術師ギルドに引き渡した。魔法を封印されてエンフィールドから逃げてったよ。この町はおっかないってさ。そっか、だってあの時のシーラさんすっごかったもんね。実は時々夢に見るんだ僕。本当？マリアその場にいなかったから信じらんないな。うに、メロディーもです。いや、あれは見なくて正解。こんにちは。いやあ、シーラ。どうしたのみんな、変な顔して。なんでもありません。そうだ、僕学校の宿題があったんだ。そろそろ帰ろう。ああ、俺も用事思い出した。この前のこと詳しく聞かせてほしいのに。特に私男の子になった時の記憶がないから。ドッキーン。え、何ドッキーンって？ねえ、教えて、何かあったの？別に何もないよ。さて、俺はそろそろ仕事に戻るから。じゃあ、汚いぞ。待ってよ、二人とも。そうだ、私そろそろ明日の仕込みしなくちゃ。ちょっと